やましい心を見抜かれたのかと思った。マジで焦ったぜ。もしかして俺のベッド、寝心地が悪いとか？止めさせてくれって言って。しかもベッドまで譲ってくれたのに。このベッド寝心地が悪いとか言ってくるやついる？全然快適よ。でも、やっぱり私がソファーで寝るべきだと思うの。これもしかして、二人でソファー寝ちゃうみたいな？特殊だな。だったらベッド行けよって俺突っ込んじゃうな。いや、それだけは許可できませんって。あなたもなかなか強情ね。ある意味そういうところにカナは惹かれたんじゃないかなっていう側面はあるけどね。これで、僕ベッドで寝たいんで、ソファーで寝てもらっていいですか先輩っていうような男だったら、カナはきっと見向きもしないはずだからね。それを言うなら先輩もですよ。早く寝ろ、お前ら。どこで強情マウント取り合い合戦してんだ、お前ら。じゃあ、折衷案として、一緒に寝ましょう。このベッド大きいから大丈夫。ここまで綺麗な折衷はあるだろうか。それか、右半身ベッドで寝て、左半身ソファーでお互い寝るみたいなね。どういう体の構造すれば、それが可能なのかはわかんないけど。何ですと？嫌なら、私がソファーで寝るわ。さあ、主人公どうする？ちょっと強情なお姉さんだよ、ここ。どっちの強情さ加減が優位に立つかだよ。先輩ってこんなに強引な人だっけ？確かに、今までは華麗にいなす系の合気道有段者みたいだったのに、急にゴリゴリマッチョ系になってるもんね。ゴリゴリゴリラマシンとかしてるもんね。まさかプールでの一件で一皮むけてしまったのか？もうエロゲを実況してからというものの、一皮むけるという慣用句が俺の中で下ネタワードとして登録されてしまってるから、いちいち笑っちゃうわ。もうこれを綺麗な意味として捉えられないもん。今後一生。どうする？それともソファーで一緒に寝る？気持ち悪い。その男女ペア嫌だ。これは主人公折れた方がいいんじゃないか？どっちにしろ一緒に寝てますよね。だから狭いか広いか、好きな方を選んでね。家主権限ゴミすぎるだろ。あれ、ここカナンチなんかな。なんでこいつが選択権を与える側になってんだ？わかりました。先輩はそのままベッドにいてください。おっと、ついにやっちゃう。いや、林間学校前にここまででかいイベントを数々用意してくるとは。えぐいてー。そしてエロいてー。白の紐パンだったよ、カナ。ノーパンかなと思ったけど、さすがに下入ってたね。そして俺の大好きな主人公のこの顔よ。ゆずきルートの水族館の時の主人公は、あれはあれで大人びてて好きだったけど、やっぱこういう童顔ベビーフェイスイケメン主人公の方が俺は好きだから、すごいグッと刺さるね、この一枚絵。うわー、近い。っていうか、胸が当たってる。こっからセックスにもつれ込まないオスなんているんかな。これ主人公寝る気でいるけど、カナとしてはもうマンコ開き始めてんじゃないか。このシチュエーションは何の死亡フラグなんだろう。確かに、今日だけでビンビン立ちまくってるもんな。明日の林間学校は荒れるぞ、きっと。俺、明日マジで死ぬと思うんだ。熊とかに出くわすのかな？それとも遭難するのかな？どっちにしろ主人公なら生き延びそうだけどね。熊と出くわそうが、なるかみ流で一撃だろうし、遭難しようがサバイバル慣れしてるから、勝手に帰ってくるだろうし。もっと、こっちに来ても大丈夫よ。いや、ゼロ距離。融合しろと。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。